こんにちは、リビング書店のヨッピーです。今日はフェーマス新聞足跡事件を紹介していきたいと思います。皆さん見ての通りね、こちらは全部こう写真のようにこう作られてますよね。実はここで登場するぬいぐるみ、登場人物だったり背景のセットだったりは全てこの作者さんの、ね、手作りでできているんですね。はい、手間暇がとってもかかっているこの作品なんですけど、これはね、この絵本のためだけにね作ったようなんですね。はい、こちらをねもっともっと深掘りしながらご説明していきたいと思います。チャンネル登録してね。このね、表紙に出てくるこの方がフェーマスさんっていうお名前の新聞記者なんですね。で、フェーマスさんが家を出たところに、こう家を出たこう道がありますよね。道に赤い足跡があったっていうところでね、お話がスタートしていくんですけど、フェーマスさん新聞記者なので、これはなんかビッグな事件かもしれないみたいな感じでちょっとこう騒ぐんです。胸がこう騒ぐ。で、この足跡を追っていこうと思ってこう行くと、こう近隣住人の方にどんどん会っていって、この足跡どう思うみたいな話になっていくんですね。で、出会ったリスさんとかウサギさん、そしてネズミさんは、僕この足跡と一緒にこんなものも拾ったよって言ってね、不思議なものを3個ね、こうネズミさんはメモを拾って、リスさんはミトンを拾って、そしてウサギさんは帽子を拾ってね、こう展開になっていくんですね。この先のことはね、秘密にしたいと思います。皆さんぜひね、この中を見てどういうことなのかっていうのをね、楽しんでいただきたいなと思います。こちらの作品は、出版社のね、絵本紹介を見ると、メイキング映像を見ることができるので、皆さんにもぜひね、見ていただきたいんですけど、それを見ると、このフェーマスさん自体のこの大きさもね、このぐらいありそうなんですね。そう思うと、ミニチュアのセットと言っても、このぐらいあるかなと、見えますかね？あるかなと思うんですけど、すっごく細かく作られていて、本当になんか、ちょっと変なところがないというかな、見てもこの雑なところがないんですよね。その分すごく手間暇がかかってるなっていうところがね、想像つくかなと思うんですけど、子どもたちも実はそういう細かいところって結構見てますよね。はい、でね、この発見なんかも楽しめるなと思ったのが私のね、すごくポイントかなと思いました。はい、読み聞かせのね、アドバイスをお話ししていきたいと思います。こちらの絵本はですね、このフェーマスさんが新聞記者っていうのがすごく面白い設定だなと思いましたね。なので、こう新聞記者っていうとあれなんですけど、探偵みたいな気持ちを味わうことができるかなと思うので、こう読みながらいろんなこうヒントが出てくるんですよね。この足跡だったり、ネズミさんたちが拾ったこの落とし物がありましたよね。これをこう推理しながら進んでいくとすごく面白いなと思ったし、このお子さん自身にね、これはこんな風に書いてあるけど何のメモだと思うみたいな感じで声かけてあげると、その子がね、きっといろんなアイデアとか考え方を話してくれるんじゃないかなと思うので、こう親子でね、話しながら楽しむといいかなと思いました。はい、そしてミニチュアになってるんですけど、すごくね、背景がとにかく細かいんですね。お花一つ一つも花びらまでも本当に丁寧に作られているんですけど、これは一体どんな風に作っているのかっていう風にね、見ても楽しいかなって思いましたね。私はね、結構この花とか周りにあるなんていうか紅葉しているシーンがあるんですけど、この草花は一体どうやって作ってるのかとか、木はね、本当に木でできているのかとか、すごくなんか気になったというか、でじっくり見て、あ、本当だみたいな発見がすごく面白かったので、そんな読み方もいいんじゃないかなと思いました。フェーマスさん新聞記者なので、最後の最後に新聞にまとめてるんですね。で、この事件が一体どんな風にまとめられてるかっていうのもね、見て楽しいなと思って、楽しいところがね、たくさんありすぎて、ちょっとね、言えてるかちょっと心配なんですけど、多分言えてると思います。皆さんね、ぜひ実際に本を手に取ってぜひ探してみてください。はい、ということで今日はフェーマス新聞足跡事件をご紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。